ザ・スピリッツをブツブラやプロダクションワールド・アナザー・ジェネシスは、アスキーメディアワークスから発行されている、模型雑誌、電撃ホビーマガジンにおいて2011年9月号、2012年5月号まで連載された、ウルトラシリーズを題材とした、アシキ・ジュンイチローの小説。差し絵は、後藤正幸が担当している。従来のウルトラシリーズ TV 作品とは異なる、世界観を舞台に、 光の国の消滅という事件に翻弄される登場人物たちを描く。劇場作品、大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザムビー同様、牢獄から脱出するベイリアル、光の国が壊滅する新たな戦士が主人公と共通点が複数あるが、ストーリーはよりシリアスかつハードなものとなっている。ウルトラマンらのデザインも大幅にアレンジされ、クリーチャー的なデザインになっている。 全体的に広大な宇宙を舞台としていることもあって、どこか神話的な群像劇の様相を呈している。電撃ホビーマガジン2012年5月号の第9話にて第1部が完結した。雑誌掲載以外の書籍収録はされてないが、2021年3月17日に開設された、つぶらやプロの公式定学生デジタルプラットフォームサービス、つぶらやイマジネーションにて、 プレミアムプラン向けの配信が開始された。宇宙のどこかにある闇の牢獄に何万年もの長きにわたり捉えられていたウルトラマンベリアル。だが、ある時、その未来永劫を動くはずのない金箔にわずかなたるみが生じ、それを機にベリアルは牢獄を破壊して脱獄。自らを遊兵した光の国に復讐すべく。 光球を放って光の国をわずか数分で跡形もなく消し飛ばした。光の国の破片は無数の流星となって宇宙に散らばり、宇宙全土の生物たちに影響を及ぼす。絶望の流星純教の巨人歴戦の死者向きの開口悠久の神天羅線のリンディアン国の鏡上公園の連環異界の創生。ありがとうございます。